とも発見動画チャンネルの吉田勤です。今日はおなじみの人情酒場と焼き鳥の森舞台会がありました。参加者は全員で30名でした。ハンディキャップがついたんで吉田はそこそこの成績でした。実際には14位でした。実際はもっとはるか下だったんですが、年齢ハンディで61歳ですので、ハンディがつきました。かなり上位陣です。まだ優勝じゃありませんが、優勝です。優勝個人のトップで201打点です。優勝は栃木県産のコシヒカリです。こういう立派な商品がついております。それで今日はボリューム大会でした。今日のいや私が出したわけじゃないんですから。すいません、町田さんじゃないですけど、いただきます。じゃあ、なんか一言コメント。ありがとうございました。あまりなんかちょっと感動が足りません。本人はごく当たり前だと思っているようです。終わります。